ヒーローインディアンオープン最終日菱形31日菱形 DLFG&CC インド菱形7416ヤードパー72実況も興奮中島啓太がイーグル締め動画 DP ワールド欧州ツアーのインド大会は最終ラウンドが終了3日間首位を守り単独首位から出た中島啓太が5バーディ4ボギー1ダブルボギーの73をマークし、トータル17アンダーで圧勝を飾った。2位に4打差をつけスタートした中島は出だしの1番でバーディを奪うと、6番までに3つ伸ばし、1石の体勢。7番をボギーとするも、8番で取り返し、8打のリードを持って後半に入った。その後は、パーを並べるも、14番でダブルボギー。それでも続く、15番でバウンスバックのバーディ。その後も、ボギーを3つ叩いたが、大量リードもあって、後続を寄せ付けず、4打差をつけ圧勝劇を演じた。2021年の国内男子ツアー。パナソニックオープンでアマチュアを優勝を果たすと、22年9月にプロ転向。昨年は3勝を挙げて賞金王に輝き、欧州ツアーの出場権を得た。今季は欧州を主戦場とし、今大会で6試合目、自身初戦で4位タイに入っている。これでポイントランキングも大きく浮上する見込み。シーズン終了時の同ランキング上位10人に与えられる翌年の米国男子ツアー出場権獲得に向け、春先から上々の滑り出しを切った形だ。青木功、松山英樹、昨年の久常涼、今年2月の星野陸也に続く欧州ツアー5人目の日本勢優勝。このままシーズンを走り抜けて、米国行きを決めたい。川村正宏はスコアを2つ落として、トータル2オーバー57位で4日間を終えている。